地域密着防災ラボですあの。きのうの予報で,です、ね、もしかしたらきょう日中まとまってくるんじゃないかという予報だったんですが上空のやっぱり寒気が伴わなかったんであの降水はかかったんだけれども結局、大雪にはならなかったんですけども、週末、やっぱり寒気がさらに強まりますので雪の心配があります。 来週もしかしたらドカ雪になるかもしれないちょっと怖いですね来週これね今までのちょっと雪のメカニズムと違うところがありますので、はい、え詳しくお伝えをしたいと思います、うん、まずは皆さんからいただきました今日は意外とですね、はい、あの天気の割には季節感たっぷりでございますまず天気からいきましょうか、はい、日本松市さらーっとして季節、はいえー、空は少し晴れてきましたということで、うん、大雪にはなりませんでした、はい、大雪になっているのは下連でわあ。 これすすごいですね,ですねでスキー場の方のコメントが今日も新雪積もりました、はい、毎日の雪で木々も重たそうってあ,<ー>あんまり喜んでないですよ。 もう十分降ってるから大丈夫っていう, <laughs> もう満足だとそういう感じがしますよね <laughs>、うんえー、そして早く春が来てほしいなっていうのがスズメちゃんたちなんですけどす、ね、朝まであった枝の雪防止が風もないのにすっかり落ちて鳥たちも嬉しそうということで、はいうん、そろそろ、ね、あの鳥たちの恋の季節が始まりますので光の春に反応してピヨ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 泣き出すかもしれません、はい <laughs> はい、でもこれ見るとちょっと難しいかな南会津。 行きますそして節分といえばそろそろ春の兆し光の春を感じられる勾配、うんはい、やっぱり、あのーね、この勾配は青空が似合うかな、うん、これも咲きそうな気配がしますけども、はい、そして今日は節分でございます敦子さん、はい、我が家も毎年恒例のヒイラギイワシを飾りました。 これヒイラギイワシって、このヒイラギのギザギザの部分が。鬼がここに当たると痛いから。で、イワシはちょっと匂いがするので、鬼を払うですね。そういう習わしがあるんですよね。こういうのやっぱり残してほしいなと思いますよね。ところで、金子さんはさっき大豆をまくって。あ、はい、沖縄では。沖縄ではね。これね、本当にはっきり分かれるんですよ。節分に落花生をまく地域、大豆をまく地域なんですが、関東はほとんど。 私千葉なんですが千葉って落花生で落花生の産地なのに大豆まくです。そうそうそうですねでほら東北は結構落花生なんですこれなぜか分かります落花生って落花生取りやすいんじゃないですか大きいからほぼ当たってる雪の中で落花生まくと分かりやすいからっていうそっか雪うそ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 れと最近はやっぱり掃除しやすいからっていうのが結構あるみたいですね今夜やるのかな でも結構寒いから皆さんねあの風邪ひかないようにしていただきたいというふうに思います。えさてこの後なんですけどもちょっとレーダーで見てみましょうか。レーダーで雪降るのかどうか。昨日の予報では降ると言いましたけどもどうもですね雪は大丈夫なようです。えこれあの午後からの雪雲なんですが一時的ににわか雪ありましたけれどもまとまった雪雲はありませんしあのこの平地の部分のですね雪はもう大丈夫です。ということでポイントはこちらになります。 あ、ごめんなさい。この後だった。えー、失礼しました。これ明日夜から日曜日にかけて強い寒波がやってきます。はい、で、これについてじゃや,やりますね、えー。上空の寒波、スーパーそのままにしていただいて、えー、っと今日午後そして明後日、はい、ごめんなさい、えー。明日の夜からですね。明後日にかけてもう一回ちょっと進めます。もう一回進めます、えー。明日の午後から、はい、ほら。 そしてあさってにかけて、えー、寒波が強まるというそういうい予報になっております。はいえー、ということなのでもう一回、ちょっと同じスーパーなんですがあす夜から強い寒波です、うん、なので今夜は大丈夫です、皆さん、はい、今夜降ってもこれぐらいだしあの市街地ではほとんど積もりませんので、うんえー、皆さん、安心してください。はい ところが今言ったようにですね。明日の夜から雪になります。これに関してはこちらぐらいの雪が予想されているということなので、明日夕方から明後日にかけてはまとまった雪が上空の寒気が流入することで降るよ。これ覚えててくださいね。明日の夜から雪ですよ。